皆さんこんにちは。今回はビスマス鉱石を熱加工して結晶を作ります。今回使う材料はビスマスチップ 1kg、 そしてアウトドア用のガスバーナーとアウトドア用のマグカップ、あとは火バサミを使います。次に保護具の説明です。手を守る革手袋、目を守るゴーグル、いつも使ってるマスクを使います。ではまずビスマス鉱石をカップの中に入れます。ドバドバ、いやー楽しみ。やり方サイトでは結構なみなみ入れてたんで、これで溶けて隙間がなくなればどんどん沈んでいくと思います。あとさっき紹介し忘れた、チャッカマンも使います。これ爪付きなんでちょっとこう固定させときます。では着火していきます。はい、火つきました。これでビスマスチップが溶けるまで待ちます。うわタプタプ言ってる。うわすげえぞ。はい、15分やったら綺麗に溶けたので火を止めて冷めるまで待ちます。 OK、 おそらく冷えたみたいなんでちょっと取り出してみたいと思います。まず酸化膜、上の膜を、あ、だいぶ固まっちゃってる。中の鉱石を、なんかある。お、結晶になってる。お、いやでも綺麗なのは取れないな。今取れたのこれです。なんかこう四角い、うまく見せられない、四角い感じに勝手に結晶化されるのがこのビスマス鉱石の特徴らしいです。色がだんだん変わってきてる。1回目は失敗しちゃったので、もう1回溶かしてやってます。溶かせば何回でも、鉱石結晶化できるみたいですが、だんだん酸化して量は少しずつ減っていっちゃうみたいです。はい、溶かし終わってもう1回冷えました。上の膜、冷やしすぎた。難しいな加減が。ダメだ、もう1回温め直す。では溶けたので止めます。よし、はい、冷えたので取り出してみたいと思います。ない、結晶がない。お、あ、取りたい、取れた取れた、あ、四角い四角い四角い、四角くできてると。これはいいタイミングで取ったのかも。これが2回目取れたやつです。この四角いビスマス鉱石の模様が出てます。うまくいった。
この動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォンからご視聴の方は動画のタイトルをタップ、下にスクロールして URL から登録をお願いします。この動画の続きが見たい方は再生リストのリンクから見ることができます。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。